はい、どうもじいちゃんです。今日はね、リクエスト来ましたのでね、レッスンの講座みたいな感じですね。アキラさんからですね、いつもありがとうございます。66歳の初心者です。すごいですね。よろしくお願いしますということで、拓郎さんの好奇心を練習しています。歌い出しは問題ないと思うのですが、汽車に乗っていこうとかね、外が雨を降っているところの部分ですね、最後の部分のところが、通定したリズムで、してますと、よろしくお願いしますということですね。このね、拓郎さんのリズムのやつはよくあるパターンなんですけど、ツンチャカチャ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 、これ結構好きなんですけどね。意外と練習するときに難しいんですよ。でもこの6分の8拍子なんですけど、だと思うんですけどね、こんな感じですね今。ガレージバンドでちょっとリズムをやってます。ちょっと早かったかな。こんな感じの練習をしていく。タッ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 、この時に最初にこれができたら、今度はタッ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 、バストラが入るでしょ。バストラが入るとこでトゥンタッタ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 、こんな感じの練習ですね。 Am E マイナー E7 ですね。はい、練習してみてくださいね。トゥンタッタトゥンタッタトゥンタッタ、右手のストロークはトゥンタッタ、ここはね最初のところなんですけど、これをやっとかないと、あとは一番汽車に乗ってみようのところは難しいので、この練習をしてみてください。ツンタッタツンタッタツンタッタ、 A メロがですね、街を出てみよう、今住んでるこの街が美しく緑に覆われた、 F 心のふるさとだったとしても、街を、このとこ難しいんですね。この A マイナーが G F E7 A マイナー、ツンタッタツンタッタの練習をしないといけないですね。A マイナー G F E7 A マイナー A マイナー G F E7 A マイナー、キシラリー汽車にの後に G と F やって、の追ってで E7、 ミオオで A マイナーだ、 E7 の後に汽車に乗って、このの追っての、そうね、 F が終わった後の追ってミオオ、このリズムがツンタカタツンタカタカ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 、このリズムができないとこれは難しいですね。タッ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 タ、分かりましたかね。ご自分でやってみてください。トゥンタッタ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 、最終のバストラのところでトゥンタッタ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 、これができたらあと汽車に乗ってのところは汽車に乗ってみようですね。だから E7 から掴んでもらったらいいと思うんですよ。これね、ゆっくりやってもなかなか分かりづらいんですね。このツンタッタツンタッタ
タッタチュンタッタ、このリズムをマスターしてください。8分の6拍子タッタチュンタッタチュンタッタチュンタッタン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 、車に乗ってみよう、これを練習してみたね。だから E7 から汽車に F 乗ってみよう、これをね、アキラさん練習してください、見てください、好奇心やりたい人もたくさんいると思いますので、ね、このリズムのマスターをしてみてもらったらいいと思います。これさえできればあとはコードチェンジ、コードチェンジ、だからちょっと歌はちょっと待つんですね。汽車に乗ってみよう、こんな感じで練習していただいたらいかがでしょうかね。はい、頑張ってやってみてください。66歳初心者、これからですね、これから頑張っていきましょう、ということで、リクエストがありましたら、詳しくね、ここのここがね、サビのとこが難しいとか、よかったらコード進行なんかも書いてもらったらより分かりやすい。今回はニカポでやりましたけどね、拓郎さんのこの弾き語りで合わせてやるやつだったらニカポですね。でまた今度バンドでやったらちょっとバージョンは違ってくるんですけど、今回弾き語りの感じのこのね、この感じの練習をやってみました、参考になったという方はですね、チャンネル登録キャンペーンをやっておりますので、よかったらぜひねチャンネル登録をしてまた見ていただきたいと思います。あとはチャンネル登録とは別にメンバーシップというのがありますので、メンバーシップの入ってもらいましたら練習の動画とかね、いろいろこう普通に表に出さないやつも出してますので、よかったらぜひお願いしたいと思います。はい、今回は拓郎さんの好奇心を、サビのところですね、最後の最後のところでやってみました。マスターできましたでしょうかね。 Am こんな感じですね。これぜひ、マスターしてください。 J チャンネルでした。ではまた。